どうも、くまちゃんです。えじです。じゅにじゅにです。まあ、珍しいこの3人でご報告だけの動画になってしまうんですけれど、先日僕らきょんくまチャンネルで4年間ずっと愛用しているアルファードを運転中にですね、事故を起こしてしまいました。事故のちょっと詳細に関しては警察の方とのやり取りもあったり、保険会社とも話してたりとかするので、あまり詳細にはお伝えできないんですけれども、メンバーにも怪我人があったわけではなく、他の誰かに怪我をさせてしまったということもなかったんですが、車だけは大きくちょっと破損してしまいまして、まあ、今修理がどれぐらいになるかとかっていうのは会話中なんですけれど、しばらくアルファード車が使えないという状態になってしまいました。だ、倉庫行くにもアルファード使えるじゃないですか。車の中で撮影するようなこともするから、あれがないとね、キョンクマの業務といいますか、はい、動きがかなり停滞してしまうっていう。そうね。しかもね、あの車ってさ、買った当初800万円もしたっていう。そうですね。それぐらいしました、いくらになるかっていうのがちょっとわからない。ビビってます。ビビってます、はい、まあ、で、いつまで使えないのかとかもビビってるんですけれど、夏の期間とか結構外での撮影多かったし、フィッシャーズアスレチック、夏の間ね、フィッシャーズさんのプロデュースの会場アスレチック、マリンダムの。そう、なんせアルファードで移動すれば中で作業をしてられるんで、あとは無人島とかもね、行きましたからね。そうですね、一番遠くだとね、一番遠くまでね、まあ、家での撮影ももちろん今まで通りはしていきたいんだけど、はい、外での撮影に結構制限がかかってくる可能性あるよね。今もう使えない状態なので、すでに予定してた撮影が後ろ倒しになったり、できなくなっちゃったりとかっていうことが結構起きてますね。それのせいで撮影ストックがないだとか、もうシンプルに上げる動画がないとかっていう状態まで追い込まれる可能性もあって、なので、まあ、ちょっと改めて動画でご報告という形なんですけど、車で撮った動画とかはまだストックあるんで上がるんですけども、もうその後がちょっと厳しくなるかもしれない。まあ、車が修理終わるのがちょっといつになるか分かんなくて、なんか修理が思ってる早く終わるってケースも全然あるし、ありえるね。まあ、結構気にされてる方多いと思うんですけど、きょんちゃんがねしばらく出れないっていう状態が続いてます。まあ、本当この状態でね、そういうことになってしまったのが心苦しくもあり、まあ、ちょっときょんちゃんに関してはまだ僕らの方からあんまりお話することはないんですけれど、ちゃんとお話する場は設けると思いますので、もうしばらく待っていただけると。なんならあれ一応会社のものであるけど、きょんちゃんのものだから、まあ、そうね、言ってね、あいつがねこれがいいって言って、これもつけようあれもつけようでウキウキでやってたやつなんで、3、4年前にね、ちゃんときれいに直して、また今後事故とかにももちろんもらわないようにだし、合わないようにして、適切な運転をしていくように心がけたいか、心がけたいと思います。はい、もちろんそうですね、はい、行動で制限がかかるかも、休むかもっていう段階ですまだ、はい、なので、まあ、明日からもいつも通りの企画の動画を明日からしっかり上げていきますんで、はい、楽しみにしててください。はい、はい、今日はちょっとこれだけになっちゃいます。すいません、楽しみにしていただいた皆さんは明日からおもろい動画上がります。はい、よろしくお願いします。お願いします。兄貴の人大丈夫？大丈夫？いや、俺が聞いてんの、俺が聞いてんの。ああ、こうなってたんだよね。そうそうそう。で、俺が逆にまた大丈夫って聞いちゃったんで。聞いちゃったから。うん。特にないってことでいいですね。大丈夫？